最近の日本代表と韓国代表の差がよく出た試合だなと。やっぱ近年のレベルの違い、本当に日本代表の方が全然レベル的には上だなと。で、今日のような試合を見ててもね、やっぱりいつも気持ちで上回る韓国が、今回も気持ちですら日本には対応できなかったのかなと思いますね。さあ、ここから試合を見た上で、はい、良かった選手、3選手を聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、今日も配信の方では言ったんですが、相馬君がもう俺の中では MVP だったと。で、藤田君も面白いものが持ってんのと。で、やっぱり質の高いサッカーの知恵というか、サッカーの脳というか、そのボレン的なものがあるのが谷口だなと。こういうふうにその3選手がちょっと気になった、良かったなと思いますね。そしたらまず相馬選手のいいところを改めて教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、いや、相馬選手はね、もうずっと代表、オリンピック代表の時から見たりしてるんですけど、もういろんなところで使えると。右サイドバック、右サイドのウイング、左のウイング、左サイドバックで使える選手、この4箇所のポジションを使えるというのがなかなかないと。だからこういうところがあって、もう少し A 代表でチャンス上げてもいいんじゃないかなと。でも問題は一つ、そこまで名古屋で活躍してるわけじゃないと。そう考えれば、うん、まあ今日の試合を見ててもね、もっと名古屋で頑張って、グランパスで頑張って結果出せば代表というものが見えてくるのかなと。で、今日の活躍、縦に行くスピード、どんどん、敵にこの恐怖を与えるサッカーというのは見せてくれたのかな。まあ、得点も取ったし、家族のチャンスも作れたし、前半の、 あのチャンスもポストに当たったシュートも相馬だったし、やっぱり今日は相馬君ありきの勝利だなと思いますね。森保監督もこう実際相馬選手個でいける能力あると思うんで、かなり頼ってた部分あるなと思うんですけども、はい、まあ残念なことにね、今の A 代表で最も層の厚いところは相馬君のポジションだと思う。南野も行ったり、三笘選手も行ったり、堂安も行って、久保も行って、伊藤純也がいると。非常に一番ポジション争いが大変な場所はポジションは今相馬君がやってるポジションだっていう。でもそう考えれば、まあ、相馬君はサイドバックできると、そういう計算をしていく上で、もしかして違う目で森保監督も相馬君を A 代表に呼ぶのもいいのかなと思いますね。でも本当に今日は非常に良かったですね。まあ、難しいヘディングも決めてくれたし。代表にのメンバーに入るためにはかなり熾烈なポジション争いだと思うんですけれども、はい、相馬選手ここが足りないなっていうのは逆にあったりしますか。いや、もっともっと J リーグで活躍すること、これじゃちょっと物足りなさがある、ちょっと疑問に思う筋が出てくるわけで、もっともっと名古屋でグランパスで活躍してくれることをちょっと期待してますね。右にも左にも抜ける能力っていうのはかなり、いや、使えるし、前でも使えるし、後ろでも使える。これは引き出しとしては、負けてる試合であればサイドバックで使っても面白いと思いますね。かなりユーティリティな選手だと思うんですけども、三笘選手、伊藤選手、南野選手、かなりいい選手ぞろいですけれども、この3選手に勝っている部分っていうのは多様性ですか、やはり。いや、それ多様性はやっぱり他にないね。このサイドバックできるのが多分この言われた選手の中で、相馬君だけなのかなと。だから問題、今のところでは、その言われた選手よりも順番的には後ろだと思いますね。そして、はい、2人目挙げていただいた、
藤田、ジョエル、千葉選手も良かったとおっしゃってましたけれども、はい、改めてどういったところが良かったでしょうか。はい、藤田君もよくボール触ることと、テンポがいいですね。試合のリズムを作る、試合のテンポを出せるのがすごく面白い選手だなと。簡単にさばける。で、よくボール触ると。そういった意味では、少し目立たないかもしれないんですけど、ちょっとすごく面白い選手だなっていうふうには思いましたね。で、結局前にも顔出せるんでね、ゴールの近辺でシュートか何回か打ったりしてるんですけど、少しこう、うん、今後ちょっと楽しみにちょっとチェックしていきたいなと思いますね。これまでの日本代表で藤田選手に似たタイプの選手っていうのは、剣豪のような選手だな。まあよく言えばですね、まだまだ程遠いんですけど、でもタイプ的にはそういうタイプだなと。柴崎とかね、そういうちょっとこうテンポ出せる選手だな。ビジョンがリズム感がいいし、試合のこうパスのスピード、そう、速いだけじゃなくてね、どういう判断を求められてるかっていうのは、よくこうサッカーしてる、よくこう考えられる選手だなっていうふうには思いました。まあ、これは偶然に今日はできてたか、それとも意思的にはできてたかっていうのは、ちょっと今後は見ていきたいと思いますね。1点目のこうアシストも藤田選手からで、はい、あれもこうリズムを作るような感じでした。なんか顔出しところもいいしね、1個先ぐらい、まあ、まだ2個先ぐらいのことはまだ考えられない、1個先のぐらいのことは考えられる選手なんで、何を起きるか、何を起こさなきゃいけないかっていう判断は非常に良かったと思います。代表のこう、ないですかね、中盤でチャンスっていうのは。今ないです。残念だけど、ワールドカップはないです。まあ、まだ20歳、まだ今後です。まあ、でも今回あれだけ見れたのは、もしかしてワールドカップ後のことは考えてもおかしくないのかな。まあ、今後の活躍が続ければのことですけどね。高評価ですね、藤田選手。俺は好きなタイプですよ。今回こうトゥーリオチェックには引っかかった感じですかね。トゥーリオアイズですね。トゥーリオアイがちょっと見れた試合なのかな。もっとスタジアムで全体的に見ればもっとこう言えるんですけどね。やっぱテレビだと全体のあれが見れないんで。でも見れなくてもちょっとこうセンスが、目に光るものがあるのかなと思います。そして3人目、はい、谷口選手、もともと高評価は高かった選手ですけれども、はい、今回の試合を振り返ってみて、はい、谷口選手、いやいいですね。パスの選択と落ち着き、全然危なげないです。だこうあんまりね、名前が出てこないぐらいだと一番いいです、センターバックは。でもこうポイそのボールを出す能力とスピード、テンポ、それにチョイス、横に出せるのに前に出すと、常に前を見てると、でボールが自分の足に来るとみんな安心して試合を見れると、周りの動かし方と、やっぱり川崎であれだけのタイトルを取れるのも谷口がいるからこそだと思いますね。やはりこうチームというか落ち着く感じになるんですかね。やっぱ安定感が違いますね。バタバタしない、バタバタしないっていうのは敵もあいついけんじゃねえってならないです。だから隙を与えない、あんな簡単にこなせるなんて隙与えてないからですよ。いやプレッシャーかかれば俺らボール取れるじゃんと思ったらみんな行っちゃうんですよ。それも思わさせない、その安定感がすごく僕の中では評価高いですね。まあ、セットプレーでもうちょっとチャンスに絡んでほしかったんですけど、それはちょっと残念ですけどね。配信でもおっしゃってましたけれども、このチームで別格と。いや、もう全然違います。レベルは違いますね。そしたらこう谷口選手はワールドカップのメンバー入りにが近い選手ですか。はい、谷口とキーパーだな。このチームの中では2人ぐらいかな。谷ですね。今回の試合では谷コンビがワールドカップ近づいたと。はい、そうですね。もうちょっと違いますね。このアダルト的なサッカー、
ですね。最後にですね、はい、今良かった選手3人いただきましたけども、はい、一番こう勝つが必要なんじゃないかっていう選手挙げるとするとどなたでしょう。いや、今日の試合はみんな良かったと思いますね。はい、でもあれだけね、最初攻めてたのに、うん、あまりチャンスに絡んでね、西村君はやっぱもうちょっとこうトラップとかサッカーっていうものを根本的にちょっと、まあ、勉強しても勉強にならないかもしれないですけど、ただの勢いだけじゃ難しいなのかなと、ただ飛び込むだけじゃ代表の選手にはなれない、本当の A 代表、みんなが集まった A 代表がいるときに選ばれるか選ばれないかって言ったら選ばれない。だからそういうところをどんどん自分の質、ポテンシャル、ただ飛び込むだけじゃなくてトラップ、飛び出す動き、試合が求められているポジショニングっていうものをもうちょっとやってほしいなと思います。山根選手なんですけど、今回体調不良で、はいはい、欠場でした。山根選手のメンバー入りっていうのは考えられますか。はい、まあサイドバック俺だったら連れていかないね。多分酒井、長友は堅いでしょ、中山も堅いでしょ、あともう一人や、まあ、山根連れていくんだろうな。でも俺だったら相馬連れていく。サイドバック枠に、サイドバック枠に気持ちも見せて、俺らは勝ちに行くぞと、そういうところからどんどん気持ちを見せていかなきゃいけない。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será? Oh,